おはようございます。弁天クルーの大河です。まあ現在9月23日月曜日8時57分となっております。今日もですねスニーカーズで、ナイキのエアモアアップテンポ通称ゼブラですね、の発売があります。ちょっと僕はそこまで興味がないですけど、またちょっと人に頼まれたんで一応参戦したいと思います。と調べたら去年僕またしたと思ってたんですけど2年前だったんですね。18年のもう全く同じ日6月23日にまた復刻されて、最初このゼブラが出たのは17年だったと思います。なんで3度目になるんですかね。他にもしてそうな気がするんですけど、まあまた出るかっていうような感じです。モアテンは僕そこまでオリンピックのカラーがやっぱり一番好きかなと思います、まあスコティピッペンの、シグネチャーモデルなんですけど、僕はエアピッペンがすごい好きで加水分解もしちゃったんですけど、黒とソールがなんかこうちょっとグリーンのものですね、このこれが僕は大好きでよく履いて出ましたね。靴ずれもめっちゃしたんですけど、まあ、加水分解行くまで履いちゃったモデルです。モアテンは2足持ってたのかな、もう全部手放しちゃったんで正直僕にはあんまり似合わないモデルだったんですけど、でもまあゼブラかっこいいですよね。黒と白でなんかこうピキッとしたカラーリングでエアーの文字もはっきりわかる感じなんで、まあ人気かなと思います。今どうなんでしょうね。若い方に人気なのかどうかっていうのがちょっとわからないところなんですが、はい。じゃあ、始まりますんで入っていきます。スニーカーズ。スニーカーズ負け越してるんでちょっと今日は買いたいなっていうところですね。はい、はい、来ました。いつも通り、26センチ選んでます。今ですね、順番待ち状態になりました。前回のダンクがめっちゃ早くて3分ぐらいでも売り切れてきちゃったんで、今回どうでしょうね。数があるのかな、なんかそんなに欲しい人いなさそうな雰囲気もするんで、ちょっとこれは買わしてほしいなっていう感じですね。もしまた買えたらレビューさせてくれるということなんで、ちょっと渡す前にレビューしたいなとは思ってるんですけど、どうでしょう。さっきのオリンピックカラーで言えば、僕はエアホースの180のオリンピックカラーがあるんですけど、これが一番好きですね。未だに、まあもうエアーくすんじゃったりしてるのがほとんどだと思うんですけど、状態いいのがあればすごい欲しいなと思ってる一足ですね。ペンはどうなんだろう。ずっとブルズにいたわけではないのか。まあ最後またブルズに戻ってきた選手ですね。結構なんか調べたら割と素行は悪かったみたいですね。昨日スニーカーズパスも来てたみたいなんで、変えた人も多いのかな、どうなんでしょうね。またメルカリとかに流れるのかなと思うんですけど、どうなんでしょう。そんな今モアテンでまた転売できるんですかね。どんな状況なんでしょう。まあでも先日アウトレット行った時にも2、3人モアテン履いてる人見たんで、
やっぱりまだまだ人気なんだなというふうには思いました。昨時2分ですね。今96年にモアテンが発売されて、確か97年翌年に一辺の、まあ、ちゃんとしたシグネチャーモデルでエアピッペンが発売されたと思いますね。あ、もう当時のめっちゃハイテク感ある。このモアテンもエアーの文字がすごいこうグラフィティアートからこうインスピレーションを受けたっていうだけあって、なんかイケイケなモデルですね。あ、9時3分、前回はもうこの3分経った段階でダンクの時は売り切れが出てたんで、もう来るかな、どうなんだろう。もしかしたら毎年なんかこの6月23日に復刻するんですかね、このゼブラは。どうなんでしょうね。お、おー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 おい、なんか今来ました、変えました。まあこれ変えたっていうことはなんか多分結構いろいろ変えてるんだろうなとは思います。いわゆる多分転売無理だと思った人がなんか、うん、これは良かったな、でもこれは喜んでくれるだろうな。はい、なんとかスニーカーズの連敗から脱出することができました。はい、まあなんかあっけなく変えちゃったなっていう感じですね。はい、またこれレビューさせてもらって欲しい方に手渡したいと思います。やりましたね、久しぶりに。明日は、ダンクの、まあ、裏ダンクと思ってたんですけど、殻がちょっと微妙に違うみたいなんですけど、が発売になりますので、ぜひぜひこれもちょっと挑戦して2連勝いけるんですかね、いきたい。はい、っていうところです。今日はやった。 See you next time. Bye bye.